1938年、岡山県にある小さな集落で日本犯罪史に残る大量殺人事件が発生しました。今回はその津山事件についてまとめていきます。1917年3月5日に本事件の犯人となる男、土井睦夫が岡山県加茂村にある倉見という集落で生まれました。一家は両親と姉、土井の4人家族だったそうです。そんな家庭で育っていった彼ですが、まだ2歳の頃に結核で父親が亡くなってしまいます。さらにその翌年には母親も同じく結核で亡くなってしまいました。こうして土井は幼い頃に両親を失ってしまったのです。この時姉はまだ6歳でした。6歳と3歳の子供だけで生きていけるはずがありません。そこで存命だった祖母が2人を引き取ることになったそうです。そのため土井にとっては祖母が親のようなものでした。祖母は彼ら兄弟のことをとても可愛がってくれたそうです。しかしそれからも土井には不幸が降りかかり続けました。幼い頃から彼は体が弱く、他の子供のように遊び回ることができなかったそうです。そして14歳の頃には六膜炎という病気にかかってしまい、それからは農作業も禁じられるようになっています。そのようにして体が悪かった土井ですが、頭はとても良かったそうです。実際学校での成績は優秀で、学級長に選ばれることもありました。そこで彼は現在の高校にあたる中学に進学しようと考えていたそうです。ただし土井が住む村には中学がありませんでした。そのため彼が中学に行くなら必然的に村を出ることとなります。土井からその話を聞かされた祖母は涙を流して彼のことを止めようとしたそうです。幼い頃から面倒を見続けていた孫が自分の元からいなくなってしまうことに彼女は耐えられなかったのでしょう。子供をすでに亡くしているということもあり、その思いは人一倍大きかったのかもしれません。そんな祖母の様子を見た土井は中学進学を諦め、村に残ることを決めたそうです。その決断の時にも彼は六膜炎に悩まされていました。それからの土井はしばらくの期間を療養生活に当てています。これが良かったのか、徐々に彼の体調は回復していきました。そうして健康になってからの土井は村の青年会に参加したりするなど、精力的な姿を見せていたそうです。そして時は流れていき、1934年になります。この年、土井家に大きな変化が生まれました。姉の結婚が決まり、彼女が家から出ていくことになったのです。幼い頃に両親を亡くしているということもあり、土井は姉に対して深い愛情を持っていました。その影響なのか、姉が嫁いでからの彼は引きこもりがちになってしまいます。土井は家の屋根裏を改造してそこでほとんどの時間を過ごすようになりました。とはいえ、完全に引きこもっていたというわけではなく、時々外に出ては近所の子供たちと村で遊ぶこともあったそうです。ある日、そんな彼の元に一人の男がやってきます。この男はもともと同じ村に住んでいた1歳年上の友人で、当時は大阪と村とを行ったり来たりしていたそうです。土井にとって彼はいわゆる悪友だったらしく、村に帰ってきては金をせびったりしていました。また、それと同時に女遊びを教えてきたりもしたそうです。これがきっかけで土井は異性に対する興味を強く持つようになります。それからの彼は多くの女性と関係を持ちたいと考えるようになっていきました。そんな中、1936年に安倍定事件が発生します。安倍定事件とは安倍定という女が妻の元に帰ろうとした不倫相手の性器を切断したという事件です。この事件はその衝撃性から当時大きな話題になり、世間の人々は多くの関心を寄せていました。土井もそのうちの一人だったようです。彼は安倍定事件に強い興味を抱き、新聞記事などを集めていました。そんな土井に例の悪友が夜這いという風習があることを吹き込みます。夜這いとは夜中に体の関係を求めて他人の寝床を訪れることです。当然ながら現代においてそのようなことをすれば犯罪になりますが、当時の村には一定のルールこそあるものの、風習として残っている状態でした。悪友から話を聞いた土井は早速同じ村に住む女性の元へと向かい、体の関係を結んでいます。こうして初めての夜這いがうまくいったことで、彼はいい気になってしまいます。それからの土井は村中の女性に夜這いをかけようとしていました。しかし、ほとんどの女性はこれを断っていたそうです。そのため実際に彼が関係を結べたのは一人目の女性だけでした。そんな中、翌年の1987年に土井は徴兵検査を受けることになります。徴兵検査とは徴兵年齢に達した者の健康状態などを検査することで対象者が兵隊になれるかどうかの判断をするというものです。当時、
何をするわけでもなく適当な生活を送っていた戸井はようやく自分も国の役に立てると考えて検査を受けに向かいました。しかしそこで出された結果は事実上の不合格だったのです。以前から体が弱かった彼はこの時肺結核を患っており、兵役は不可能だと判断されてしまったのです。この結果に戸井は絶望します。彼は不甲斐なさや悔しさで涙を流したそうです。そんな戸井に追い打ちをかけるように唯一体の関係を結んでいた女性が彼の悪口を村中で言いふらすようになってしまいます。彼女がなぜそのようなことをするのか戸井には心当たりがありませんでした。そこで怒りや悲しみなどといった感情に苛まれた彼はそうした負の感情をぶつけるかのようにルールを無視して呼ばいをしようとしてしまいます。そんな戸井の振る舞いは彼の孤立をどんどん加速させていきました。そして気づいた頃には誰も彼のことを相手にしなくなってしまったのです。全ては自業自得だったのですが、戸井自身は他の村人たちに対して憎悪をかきたてていました。その頃から彼は危険な行動を見せるようになっていったのです。徴兵検査に落ちた後の戸井は狩猟免許を取得し、対猛獣用のブローニングという猟銃を購入しています。その後の彼はブローニングを持って毎日のように山へと向かい、そこで射撃練習をするようになっていきました。さらにブローニングを持った状態で集落中を夜中に歩き回ることもあったそうです。そうした戸井の様子を目にした近隣住民たちは当然彼に対して恐怖を感じるようになっていきます。そんな村人らをはために戸井は日本刀などといった刃物までをも買い集め出しました。彼は武器を集めることで体の弱い自分が強くなったと思い込みたかったのです。大量の武器を買い込むことで気が大きくなった戸井は村の女性を脅すような形で呼ばいに行こうとします。しかしその脅しに女性らが屈することはなく、結局は拒絶されてしまいました。この出来事によって彼の評判はさらに悪くなっていきます。そのため一緒に暮らしていた祖母は肩身の狭い思いをすることを余儀なくされました。そんなある日、祖母は家の中で衝撃の光景を目にします。なんと彼女が飲む味噌汁に戸井が謎の薬品を混ぜ込んでいたのです。それを目にした彼女は家を慌てて飛び出し、近所の家へと駆け込みます。そして孫に殺されると訴えたことで警察を呼ぶことになりました。話を聞きつけた警官は集落を訪れ、戸井宅の家宅捜索を行います。その際、戸井は味噌汁に入れていた薬品の正体が胃薬であると必死に訴えていたそうです。ただし、その真相は分かっていません。いずれにせよ、彼のことが危険だと判断した警察は猟銃免許の取り消しと武器の押収を決定したようです。これによって戸井は集めた武器を失うことになってしまいました。この騒ぎがきっかけで、彼はさらに孤立してしまいます。これ以降、戸井に関わろうとする村人はいなくなってしまったようです。それは当然の結果でしたが、戸井本人は村人に対して逆恨みの感情を抱いていました。そしてついに彼は村人に対する筋違いな復讐計画を立て始めたのです。それからの戸井は知人を通じて再びブローニングや日本刀などの武器を集めています。彼が立てた計画は恨みのある村人を殺害した後に自分も自決するというものでした。そこで戸井は結婚してすでに村を出ていた姉宛に長い遺書を書いています。その遺書には謝罪の言葉が並べられていました。それから数日が経ち、ついにその日がやってきます。1938年5月21日の午前1時半ごろ、村人が寝静まって辺りが静かになったことを確認した戸井は犯行の準備をし始めます。真っ暗闇の中でも計画通りに動けるようにと、彼は懐中電灯を体に縛り付けました。その上で戸井はブローニングと何本かの刃物を携帯しています。それから計画が実行に移されました。彼がまず最初に向かったのは祖母の寝室です。自分と姉の親代わりになって育ててくれた祖母でしたが、彼女も殺しのリストに入れられていました。その理由は一人残ったとしても大量殺人犯の祖母として生きるのは辛いだろうと考えたからだそうです。そんな身勝手な理由で、戸井は寝ている祖母に斧を振り落としました。これによって彼女は亡くなってしまったのです。それからの彼は躊躇なく村人らの家を襲い出します。戸井は次々と恨みのあった相手を襲撃していきました。これによって村はパニックに陥ります。そんな中でも冷静に隣町を目指して逃げ出すことに成功した男性がいました。彼によって警察が呼ばれることとなります。しかしその移動の間に惨劇は終わっていました。たった1時間半の間に戸井は11軒の家を襲い、30人もの村人を死に追いやったのです。
そのうち28人は即死でした。また、怪我人を合わせると被害者は合計で33人だったそうです。こうして彼は計画を終えたわけですが、この時点でまだ警察は集落に到着していませんでした。警察が駆けつけてくる前に問いは現場から離れていきます。そして隣の集落へと到着し、そこにある家に押し入っていきました。彼はそこの住人に対して紙と鉛筆を貸してくれと話しています。一家は血まみれの問いに怯えながらも、言われた通りに紙と鉛筆を差し出しました。それらを受け取った問いは家を出て行き、再び歩き出します。それから彼が向かった先は生まれた地を見下ろせる荒坂峠の山頂付近でした。そこにたどり着いた時点で、すでに空は明るくなり始めていたそうです。そんな空を目にしながら、問いは先ほどもらった鉛筆を握ります。そして最後の遺書を書き始めました。犯行前にも彼は姉宛に遺書を書いていましたが、自分の死を前にして他にも書き残したいことが出てきたようです。そうして書かれた2枚目の遺書には犯行に関する心情や社会に対する不満、祖母への懺悔や姉への謝罪などが記されていました。遺書を書き終えると、問いはブローニングを手に取り、それを自身の左胸に突きつけます。そしてそのまま引き金を引き、心臓を撃ち抜く形で自決したのです。こうして事件は終結することとなりました。この世にたった一人残された問いの姉は間もなくして事件のことを知らされています。彼女は大きなショックを受けながらも祖母と問いの遺体を引き取りに行き、二人を生家の横に埋葬したそうです。犯人を含めて犯行当時を知る人々がほとんど亡くなってしまったため、本事件に関しては事実関係が不明な点も多く残されています。それを明らかにすることは到底不可能でした。いずれにせよ、本事件が昭和最大級の殺人事件であることには違いありません。この津山事件は今後も衝撃的な事件として語り継がれていくことでしょう。それではご視聴ありがとうございました。